今日のヒーローはこの2人、見事プロ入り初完投勝利を挙げました鎌田投手、そしてその鎌田投手を援護しました決勝点となる先制ツーランホームランを放ちましたガルシア選手です。まずは鎌田投手、プロ入り初完投勝利おめでとうございます。今のお気持ちは？ありがとうございます、ファンの皆さんの熱い声援があったからこそできたことだと思います。ありがとうございました。しかも相手が前回楽天がノーヒットノーランで悔しい思いをした杉内投手に投げ勝っての完投勝利、これ喜び倍増じゃないですか？そうそう、本当にすごい投手なので、試合で投げてるんですけど、いいところを盗めればいいなと思って試合では投げてました、勝てて嬉しいです。そして自身も1失点、強力巨人打線を9回投げ切りました。ピッチング振り返っていかがでしたでしょうか？そうですね、本当に技術だけじゃないと思ったんで、終盤からはもう気持ちでどんどん前面に出して抑えました。次は完封も期待してもいいですか？もう完投したんで次は完封を狙います。頑張ります。ありがとうございます。さあ、そしてその鎌田投手を援護したガルシア選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、最初の打席、どんな思いで打席に入りましたか？I was trying to stay relaxed and trying to be like try to make a good contact and we got that last game against Segiuchi in Tokyo Dome and it was kind of frustrating to get that and we were trying to play aggressive and trying to get ahead in the game there as the earliest we can and it came in the first inning。そうですね、まずは本当にリラックスして、打席に入ろうと思っていましたし、前回杉内投手にやられていましたので、なんとか本当に先制点をという気持ちで、打席に入りました。いい結果ができて本当に嬉しく思います。さあ、前回杉内投手にやられていたという話も出ましたが、チームは2010年から巨人に8連敗中だったということで、まあ、その悪い流れを見事に断ち切る素晴らしいホームランだったと思います。それに関してはいかがでしょうか？ Oh, okay. I didn't know that information, but I want to say it again. Today was a great game, and this is the guy that deserves all the headlines and he's the winner, and he behaved as a winner the whole game. He threw 9 solid innings and just limited the offense for one run, and he's the real guy here. He's the real deal.そうですね、まず2010年以来勝ってなかったというのは私自身知らなかったことなんですけれども、本当にもう今日は鎌田投手が1回から最後の9回まで本当に全身全霊込めて一生懸命投げてくれましたので、本当に今日は彼の勝利だと思います。そして今日はスタンドにご家族も見にいらっしゃってるということで、これ素晴らしいプレゼントになったんじゃないですか？ Yeah, they're in the stands where I can find them. I don't know where they are, butThere's someone around that zone. Yeah. そうですね、今日初めて来日してから家族が生で試合を見に来て、今ちょっと見つけることはできないんですけれども、本当に家族の前でホームランを打てて幸せに思います。さあ、それでは最後にお二人から今日楽天の勝利を楽しみに最後まで応援し続けてくれたファンの皆さんに一言ずついただきたいと思います。まずガルシア選手。keep believing in us. We're trying hard and we're playing our best. We're trying to stick as a team together. Looking for harmony on the field, like to play a good ball, and we're continuing to doing so. So it's very important their support and let's go.そうですね、もうチーム一丸となって、毎日一生懸命プレーしますので、ファンの皆様も我々を信じて、最後まで熱い応援をどうかよろしくお願いします。それでは鎌田投手お願いします。
今日で交流戦は終わったかもしれないんですけど、シーズンはまだまだこれからなので、もっともっと勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。投打のヒーロー鎌田投手、ガルシア選手でした。